次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな。次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、
ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージス・アショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、
航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルを全て迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助をするなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。